お願いされたから登壇したんだ。昨日の東京駅の演説では石丸さんが来たということですけれども、これはどういういきさつだったんですか？いや、あれは石丸さんがですね、個人の考えで来て、マイクを持ってくださったというふうに聞いてます。我々から何ら頼んでませんし、あの石丸さんがやっぱり政治を変えたいと、この国の政治をですね、党は関係なく支持率、あの投票率上げて政治を変えたいという思いで、あのマイクを持ったんだろうと思います。あのある意味これからの日本の政治を変えていくですね、ために、あの切磋琢磨する合図だと思ってますので、あのその点については、あの感謝したいと思います。それ以上でも それ以下でもありません。国民民主党の玉木雄一郎代表、55が28日 X 旧 Twitter を更新。投票日前日の26日、玉木氏のマイク納めとなる JR 東京駅前での最終演説に、前広島県秋田方市長の石丸伸二氏42が登壇した経緯の詳細を明かした。石丸氏はこの日の昼、自身の登壇経緯について様子を見に寄ったところ、渡辺恵子議員からぜひ話してくださいと頼まれました。一度は断りましたが、再び声をかけられたので、玉木代表が来るまでなら少し遠けたのが実際の経緯ですと説明。そして投票日を過ぎたので言っておきます、一個人に批判の肩代わりをさせんなと怒りをあらわにしていた。玉木氏は石丸氏の当該投稿を引用し、渡辺区議にも確認しましたが、石丸さんが応援演説に来てくれたと思い込んでいてお声かけしたそうですと打ち明けた。そしていずれにしても、こちらから登壇をお願いしたことは事実です、お力をお借りしたにもかかわらず石丸さんに説明までさせて申し訳ありませんと謝罪した。渡辺恵子議員が余計なことをしたのか、石丸伸二の応援とか支持者は困惑するだろ、なんでお願いしたんだろう、政策似てるとかあったっけ。玉木に本気で期待してるやつは政治のこと全く知らないか、お花畑。石丸と絡むとトラブルしか起きないな。じゃあ石丸はなんで今日の偶然そこをうろついてたんだよ、わらわらわら、ほんとうさんくせえわこいつ。お前ら石丸の言うこと真に受けるなよ、スーツでバッチリ決めてるのに見物しに来ただけとかねえから。最終的に登壇して演説することを受けたんだろ、自分の意思で何偉そうに怒ってんだ。石丸と絡んだ時点で俺は国民を信用してない。何で怒ってるの？自主的に来たと思われたのが気に入らなかったんでしょ。石丸をヒーローにする流れは正直怖い。風が吹いただけで当選増えただけだから、次の選挙は大敗だろな。自民党の運オール特需に助けられただけ。こいついつも揉めてるな。どういうこと？今日は見に来ただけですよって言えばよかっただけでは？こんななあなあななりゆきでマイク持つサービス精神はすげえけど、さわら石丸アンチはほんとごまるだな。いつも玉木に少し期待しては裏切られ続けるんだよな。さすがにもうダメかな。みんなの党と同じ松戸だぼ、いい加減民主党って名前は外せよ、トリガー党でいいだろ。どっちも嫌い。無能な味方ほど怖いものはないな。